嬉しいですね。こうして、バックコーラスしていただきまして、はい、もうこのメンバーですよ、あの紅白歌合戦の年末もね、大きな舞台ありますから、もう今年の年末ぐらいまで元気な方が何言ってるかっていうのを確認とかんかなっていうのがありますけど、失礼ですけど、いやもうでも嬉しい、こうやってね、やっていただいて、これ英語という僕の後輩なんですけども、はい、シンガーソングライターでございましてね、現在 TikTok で、そうですね、フォロワーがね、1万7000人いきました、この間拍手。あの、もうほとんどの方は TikTok を知らない、知ってるでしょ、さすがに知ってますか、知ってる人、ほらほら見てみて、これ何人や、これ数えれる程度やで、これ本当にシャイですか、ね、ありがとう、いいですね、いいですね、いや、どうですか、このホールで、ありがとうございます。お土産、これはお土産と英語の方が、僕オーナーですか、一つもう帰ろいや、ありがとうございます、いただきまして、本当にね、本当にこの、あんまり僕のこと先輩と思ってないんですよ、普段からこう舐めてかかってると言いますか、昨日もあの話したんですけどね、これ信じてもらえなかったんですけども、ソフトクリーム僕好きなんですけども、あのぐるぐる巻きになって一番上チョーってなってるじゃないですか、あれを指でギュンって潰してくるんですよ、危ないやん、尖ってるからね、意味わからへんよ、ね、刺さらへんからソフトクリーム刺ってまうかなと思ってこうね、平らに変でしょ、これこんなこと普段からこんなことばっかり言ってるんですよ、でまたこれね、こうまあ衣装もこう先輩がこうビシッと決めてる中、何ですかこの汚い格好、汚ないでしょ、かっこいいと思った人、このデニムはですね、これ僕プレゼントしてあげたんですよ、これ色違いの僕あの黒を履いてたんですけども、あの奪って履こうとしましてね、それはちょっとあの嫌なので、同じ黒をプレゼントするとちょっと被ると双子コーデみたいな感じで気持ち悪いので、色違いのこの青色をプレゼントしたんですけども、あとこのギター、これ自分のもののように持っておりますけど、これ僕のギターなんですよ、これびくずでしょ、翔さんギター貸してくださいって貸してから帰ってこないんですよ、僕のところに10年ほど借りようかなと思っててね、帰ってくるから10年も先、忘れとるわ俺、ほんまに、ただここから英語一人のステージをたっぷりとお楽しみください、自分の曲です、余計なお世話、I'm not afraid to die.
ね。汗びっちゃびちゃやね。ほんまにね。いや、英語でした。大きな拍手をお願いいたします。返してください、僕のギター精一杯、ご自分の夢をつかむまでですね頑張り続けたいなと思っておりますので、また岡山県の皆さんにも応援していただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。それでは、初めて弾き語りします。漫才師にはなれませんでしたが、浅草キッド。お前と次はあの曲いける？
おーほら、はい、ありがとうございます。